はい、どうも、こんにちは、クラです。今回ですけども、黄昏の森に入って、まあ、生放送でね、まあ、突入してから、挿入してから、黄昏の森。あ、違かった。黄昏の森に挿入してから、ナーガの拠点をね、まず攻め落としましてね。早かったな。うん、まあ、カトン合格の時点で一撃です。そんな使ってないけどな。そこはいろいろ、まあ、探索して、いろんな素材をゲットしたんですけど、まあ、とにかくね、その場しのぎ感が半端なかったんで、まあ、ちょっとね、拠点を作ろうじゃないかということで、まず聖地とか、その、食料とか、集め。家とかね。まあ、そういうのにちょっと、うん、作っていこうかなと、思ってます。じゃないと多分ね、強いんでね、敵が。勝てないんですよね、ちゃんとその、食料とかなくなったりとか、まあ、アイテムとかな。そうそう、めんどくさいんでね、毎回毎回集めたりするの。もう行っててが？だから、各自今回は分担作業みたいな感じで、はい。聖地組とかに分かれて、やっていきます。はい。とりあえず俺は聖地しますけどね。じゃあ俺は、食料と。このポールみたいなもん邪魔やろ、これ。何やねん、これ。ポール。何なん、このポール、ほんまに。ポール、マッカートニーが。壊しちゃっていいから。おい、ポール、ほんま、なんだ、こんなの。いや、めっちゃ腹減ってたの、ほんま。じゃあ、俺、土掘ってくるわ。多分、ここ、土足りなくなっちゃうから、埋めるときに。いや、木もいるしな、俺。うん。木も必要だからね。木兼、食料。よいしょ。よいしょ。とりあえず、全部必要だね。まあ、俺はとりあえず、あれするわ。オリシアが掘っとくわ、とにかく。了解。ボードで作ったよ。お、トナカイいた。肉が欲しいよ、ほんま。オッケーオッケー。なんかすんげえ遅延したな、これ。遅延したな、俺も。なんか、ブロック壊しても全然壊れへんねんけど。マジか。このバグは何だろうな。何だろう。設定変えても無理かな。超優先権だ。あ、消えた。なんか消えるときと消えへんときあるな。いや、壊しても速攻で、その、反映されへんっていう。ああ。確かになんか。一個全部送れないけど、俺のやつは。俺の場合は。とりあえず。うるさい。あれ？あ、どう？よいしょ。とりあえず、ここ多分、真っ平らにするだけで多分、だいぶ、家っぽくなる。作業台を置こう。で、ホタル。斧作ろう、斧。ホタル欲しいな。おお、斧欲しかったね、あれ。ホタルも集めたいなぁ。よし。ゲッティゲッティゲッティ。斧3つ。よし。で、上行かなあかんの、これ。あー、土足りんなぁ。上っかは、とりあえず。土足りんな、これ。死んだら結構取るん。もう死んだ。取り殺してもた。飛んできやがった、俺のところに。嘘。めっちゃ邪魔。これぐらいええやろ、別に。邪魔邪魔邪魔。殺戮。ん？なんか音するぞ。敵か。メッシュがないとほんま HP がもうマジ無理やからな。これやばいで、ほんまに。この前行きよったら。あー、ゾンビおるな、俺。よいしょー。リスみたいなやつ何も落とさんの？ウサギとか落ちないの多分何も。ちっちゃかったら。マジで何も落ちないね、多分。小動物はあんま。リス。落ちたんかな。リスおるもんな、俺地味に。やばい、全然。なんかおらんな。すんげえなんか、2秒ぐらい遅れてからブロック壊れる。ほんとだ。なぜだ。これ壊れてない。あら、飯がない。うわ、調子悪いな。やばいぞ、これ。あ、でも壊れだした。うまく。あ、うまくいきだした。嘘。マジか。ほんま、なんか行き出したな。なんだろうな、これ。わからん。なんでこれてかこんなブロック地味に置いとんねん、あいつ。なあ、ほんま。デザインセンス抜群に悪いな、あいつ、ほんま。なが？うん、あいつ、ほんまセンスねえわ。あれ？この辺なんかめっちゃおった気がするんやけど。ただ、これなんかな、こんだけなんかバラツだったらなんか汚いからな。ああ。ちゃんとしたわけよ、俺は。細かい人間やから、俺って。こういうとこほんまきっちりしたいから。デジタルワールドがまたある。やばいな、これ。なんか全然しかも動物おらへんっていうな。前めっちゃおった気がするんやけどな。鹿やろ、鹿。まあでも結局は小麦で、うん。なんとかせな、結局無理やろな。もう肉で切り取る。パンになるからね、結局。肉ねえからな、マジで。リスばっかやんけよ。前ストーリー肉食うしかないな、これほんま。やめとけ。あ、でも種は入ったから。アヒル肉。あれ？ほんまにおらへん。でもカボチャあるんでかいわ、俺からしたら。カボチャ好きやわ、俺。
ジャックランタン作れるやん。ああ、あれや、スノーゴーレム作ってちょっと暴れ回ろうかな。ここで、いや、あかんやん、相棒にしてよ。そんなとこで暴れ回られても困るやん。ウッドゴーレム作ろうかな、ちょっとバンペ。いや、やっぱもう畑作った方がええな、これ。え、おらんぞ、あ、全然なんか鹿とか。じゃあ持ってて、やん、もう持ってくるわ、畑作るわ。で、整地したいやん、もうこの、うん、これめっちゃがあるで、これ整地する、この場所整地系。うん、全然俺足りひんもん、俺一人やったら無理無理、こんな今度は2年は変わると思う。ゾンビ来た、ゾンビ来た。これ全部やるやったらパート多分200ぐらいまで行くと思うよ、この整地作業。絶対ないよ。ほんまほんまほんま、それが行くと思う、ほんま。この辺のブロックを壊していきよう。うん、これだけでも多分パート20ぐらい行くんちゃう、下手し。え、この下のブロックはもうほっとくってこと？いや、ほっとかんで、行くで、行くで。あ、土に。そうそうそう。いや、そっちに変えな、ダサやろ。じゃあこれも掘っていってよ。なんで結局ここにずっと住むわけで、だって。あ、とりあえずのあれやもんな。とりあえずがここは拠点やもんな。もうここはずっと住むの、どうせ。え、これ土に変えるんでしょ、下の半ブロックも。そう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 。あー、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、でもここ住んだやろ、と普通に。ここが一番良くない？もう外壁あるしさ。うん。攻められへん。これでも楽しいな。完璧な場所。最初から真っ平らですね。うん。完璧な場所やで、ほんまに。立地条件。しかも周りに囲まれ同士な、ボスに。ああ。最強の好条件。完璧な。高立地条件やから。とりあえず俺は、平地。え、洞窟？え、行って、行って、行って。行って、行って。やばいやばい。右行くんだ。右3人おる。どこおる？え、どここれ？え。ああ。洞窟あるわ。マジで？下に？ああ。やば。ダンジョンあったってこと、ここ下に。そういうことやって。ちょ、おい！やめろって。多分ね、やめろ、ほんま死ぬって。やばい。死ぬって。やば、ダンジョンあったん、ここ下に。マジでうざいって。しかも結構広いやん。やばいね、下に。え、なんかおるやん。言うちょ、防ごうよ、防ごう。うん、ちょっとここら辺、湧き潰ししとかないと、なんか、空洞音とかうるさいし。塞いどこ？え、この敷地内に作るの、あれは、畑は。そっちの方がいいんじゃない？うんうん。まあ、こんな広いからな、もうちょっと、作り始めた方がいいんじゃない？食料がマジです、マジ。こんな広かったら多分もう余裕、なんかめっちゃぐるぐる言ってない。いや、おるんやな。どこにおるん？下っけ？下やろ、多分あれ。マジで？下潰してえな、ここ。とりあえず俺今、下ぶっ潰したいな、全部。土に変える作業やっていきようけど。土がないよな。なんか誰か下におるな、これ。ロケマスケ。あ、俺が今ね、制圧しに行ってる。結構広いわ。こっちにあるんか。え、でもゾンビいないぞ、ここ。ま、畑作ろうもん、俺。行き止まりまで行ったけど。くわくわ。ぐるぐる言ったらでも俺の。いやー怖い。怖いわ。他にも穴があるってことだね、多分。穴ありすぎやろ、ここ、ほんま。とりあえず。長ヶ城やばいな。長ヶ城はやばい。これなんなんこれ、日々の、あ、苔石レンガなんや、これって。うわ。よいしょ。三つぐらい使った、うわ。ちょ、ピッケルねえわ。そっちはじゃあもうあれけ、やっていく感じけ。いや、これでもだいぶ広いから、全員でいかな、多分もう終わらんで。うん。いや、俺とりあえず、畑作りたいな。普通に。さっきでも全部整地したわ。いやー、まあ、畑作れんじゃん。とりあえず、右端に畑作るじゃん、あの右の。ああ、右ってこっちは俺がおるとこある、今。ちゃうちゃうちゃう。え、違う。まあ、どこでも、とりあえずとこ行っときたいな、畑。その中心地から右ってこと。うん。俺は今掘りようとこやな。整地しようとこやな。ああ。ピッケルないんか。あの、今ロケマスがおるとこでじゃあ、右って。そう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 。あの辺俺掘りようか、今。いいよ。うん。棒がどこにあるんだ。棒持っとるわ。とりあえずもうピッケルが最強にいるから。こっちは全部埋めていくか。ピケラーやからほんま。俺ピケラーだから。ほんま。ああでも寿司全然足りんわ俺。俺は持ってないわ。で前さんちょっと掘ってて俺埋めたいから。俺土持ってるからさ。ああじゃあ掘るわ。手付けいらんだもん。ホタルめっちゃあるな俺。鉄系はいらんから。てか体力もないしな。鉄いらん、鉄いらん。全員ないけ、体力今。ないで。死にかけ死にかけ。もうある意味、振動と言っても過言じゃないかもしれん。もうほとんど。いやね、動いてる。ほとんど振動って言うのは過言じゃないから、振動な、ほんまに。振動ってのはええやんか。とりあえず、飯作るためにあれせなあかんな。飯をほんまに確保しよう。うん、もうここだけちょっと先に、
あれすぎる。優先してあれや。掘っていくわ、俺も。よし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 。土取ってくるわ。オッケー。よし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 。まあ、3人でやれば結構早いんじゃない？うん。まあ、かかっても1年。1年はかからへん。1年。あ、かかるか。どんだけかかってももう、あれやろ。お前甘く見、甘く見のちゃうか、ほんま。このパートで畑作れるやろ、絶対。政治だけ甘く見のちゃうか、ほんま、お前。いやー、3人って早い。お、壊れたのか。まあ、でも俺はまあ、これほんまに時間かけてやっていこう思うとけどな。あ、この、自分の拠点を？そうそう、そういうのが、ええとこやね、マインクラフトの。まあ、そら。そう、簡単にその、お手軽で、やる、今の世の中みたいなの俺にしたくないから、ほんまに。ああ。もうそういうの一番嫌いやん。うん、洗濯物とかもきっちり川で洗いたいから、ほんまに。川？俺ほんまはな。ほんまはな？うん。洗濯機は使いたくないわけよ、俺ほんま。レンジでチンとかしたくないわけよ、ほんま。俺、火起こすところが始めたい、俺タイプ。それは絶対俺違うわ。ほんま、俺はな。だって火を起こすとか始めたらどんだけ時間かかるねん。お前さみたいな、そう、なんなんやろ、もう付き合える状態が分かった状態で付き合うとか、そういうの嫌やんけど、付き合えんか分からへんから、時計からも始めたいっていう。もう、そこを攻めるってことか。そう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 。そういうところから、やっぱ最初から俺行きたいタイプやからさ。どういうことで最初から手の付けられた食べ物って嫌いなの。じゃあ、うどんとかも自分で作りたいんや。だから、作るとでも、だから素材からな。小麦から。売って。でも絶対そういうタイプではないよな。俺今まで見てきたけど。目打ってほんまに。確認してそういうのめんどくさがってやらへんタイプやん。腰振ってよ。うん、腰は振らへんやろ、別に。腰振るとこないやろ、うどん作りで。で行きたいけん、ちゃんとやる、ほんまに。ちゃんとやっていきたいとこあるけど、正直俺はもう。やってほしいとこやけどな。手段も押したくないからな、ほんまに。自分で全部行きたい。やっぱり。達成感がそっちの方があるから。うん、人生にはそういうのがあれ求めるんや。達成感のない人生楽しい、お前さん。達成感あるで、俺も結構。あれさんの顔でいや、顔関係ないから。関係ないか。達成感にクソもないしな。オッケー、これ土でもあれやな。だいぶいるな。いや、いるって。で、外行って危ないからな。外行って殺されるかもな。え、これって夜とかがないやんな、概念。だからもう関係ないやろ。ずっと敵おるやろ。そうそうそう。やばいやろ。ずっと敵おるって。すげえ、もう。土マジ大変だな。まあ、一回元の世界も土取ってもええやろうけどな。ふわーって。うん。ああ、あるやん。まあ、それもありだね。元の世界平和やもんな。夜以外は平和やな。オッケーオッケー、まあ、とりあえず俺はこれ結構楽しいから、これをモグラ叩き、うん、モグラ叩き状態ぶっ壊がらないだもんな。うん、これ土やる側が楽しいんじゃない。これ掘る側も楽しいかもしれんけど、まあ土置くの楽やからな。さささささって置けるからな。これもだいぶいるぞ。でも土土役に回りたいな俺も。無理やろ。なんでやん、永遠の細役なんやからほんまに。関係ないやん、別に。無理やん。土とか。ランナー工事やから、永遠の。永遠のランナー工事じゃないわ。ほんまに。まだそれ大蔵とかの早いもんな。それこれなんか穴開いてたところの石、それもめんどくさいんやけど。もういらんかな、これ。もう取らんでいいんじゃない、うん、あとこれだって。浮いてくるか。浮いてきて、それを別にほっとったら、あれや、なくなるんじゃない。それだし、土埋めてる俺ら全部回収してるから。あ、雨や。雨や。やった。めぐみの雨や。雨。これでやっとあれやな。でも雨とかでなんかあれや、作物が育つとかじゃないやん。いや、あるで。あるん。うん。ないやん。ほんまほんまあるで。どういうふうに、どういうふうに、うん、だから効果やから、一定ターンの効果やから、これはっきり言うて。この雨が降ったあれやん、そう。うん。永続トラップ魔法みたいなもんやから。え？あ、鳥や。ブルーバードどうでしょう。これで、とりあえず、右は結構終わってたな。俺今右上はもう作ろうぜ畑。あれ作ったっけ。いいと思う。じゃあ食わ、まあ、畑作っとけじゃん。俺これ続けとくわ。え、続けとくわ。これ俺作っとってん。いいんじゃない。あの畑なんか作るの雑なことやろ。やっとけはもうお前が。俺はもうほんまに俺次なら俺大地を作りたいわけよ。俺ほんまにフィンランド佐賀みたいな感じで自分で作りたい。何マスでしょうか。おい、来たー。作ってくれよ。2、3、4、5、6。よし、来た。適当に、まあ、適当な感じで。よいしょ。そう。これ水もあれやもんな。取ってこなあかんくない。水、うん、バケツあったからでも余裕なんじゃん、水は。まあ、でも、バケツ踊ってやん、その辺に。ほんとらしかったら雨で水溜まるやん。これってさ、4マス行って1マス水やったら OK なの？その4マス、4マスは OK だろ。やんな。
水を縦に引いて。あー、そうだよ。水が染みるのはブロック4マス。とりあえずバケツいるな。おい、来たこれ。雨が降った時にブロックあったらそこに水溜まるようにしてくれへんかな。だいぶ取ったぞ。だいぶ、とりあえず鉄でバケツを作ろう。オッケー。でこれ変えるとこらへんの、今ヘビとか。いや、いないだろ。欲しいな、爬虫類好きやから。あ、バケツどうやって作られたっけ。だいぶいったんちゃう、これでも。もう大釜か。うん、よし、ちょっと昼食取ろうかな、一回。まぁ、あ、ちょっと天下一品行こうかな、今から。なんでやねん。もうお腹すいたら、ちょっと天下一品行こうかな、ほんとに。一回だいぶ離れたからさ。ふっ。休みで流したから、一回。全然やん。ほんまに。え、これって、どう作るの、バケツ。バケツ、うん、バケツの形にしたいだけやん。バケツの形ってね、多分使えやん、もう。使ったもん。どうやって無理やん。高三おい。高三か。待って、こんな感じじゃないバケツって。バケツでし、下がでかくないから。次考えたら。そんな形のバケツないですから。こう。まさ。あれ、シャワー。いや、バケツ入ってるよ。え、うん、しかも作ってあるからな、バケツ。なんか。マジで。うん。チェストができないだろ、ね。バケツ。どんまいです。どんまい、どんまい、どんまい、どんまいやから。中心の歌。そう、懐かしいな、その歌。バケツどこやねん。中心ではもう消えてもだな、ノグボ。中地震自体がもうあれやろ、ね、まあ、あれやめてきても、まあ鶴の神様まである意味生き残っとるって生き残っとるんじゃない。ああ、そうやな。まあバケツそこや。あれバケツ誰が持ったの。チェストにある。あれやろ。いや、さっき渡したよ、マイスさんに。そう、あ、あるわ。気づきはそれじゃないですか。気づかんねー。あ、鶏肉あるんや、俺焼こう。自分焼くんだよ。ステーキある。いや、自分は焼かへんから。これで HP やばいわ。 HP 回復させてもらうわ。そんなんて俺もいるのに、もう俺が回復してあれやん、行った方が早いん。まあな。いや、兄弟やから。俺やろ。レシピ2しかないぞ。俺食べようかな、見て、あの、これ。え、お前何食いよね、ほんま。俺何回も食べて、見て、ほら。あんまいわー。食えてんやんけ、それ。いや、俺何回も食べたいから、味わえた。全然、あれやな、水がどこにあるやん、水。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。これちょっと…うまいわ。水…鶏肉うまいわ。水があるとこまで行かなあかんっていうの怖いな。いや、近くあったやろ。嘘、ほんま。うん、なんか川みたいあるから。あ、これか。オッケー、よし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 。え、これってさ、土掘りたいな、ちょっと一回。ん、なんかクリーパーの音してんかった、せんかった、爆発した。あー、今洞窟があってバーンみたいな爆発しちゃった。敵おる、怖いな、これ。ほう、ちょっと一回あった、水ゲットした。水ゲットだぜ。おらららららら、これで土楽しいな、ホルン。ストップストップ。土掘り好きやわ、俺。土なんか無限にあるイメージだったけど、ほんまないもんね、今ここ来たら。これで水を流して OK。 よし、ここなんかあれやな、不安定やな、ここ。この拠点のちょっと待ってよ、どういう感じに作ろうかな。とりあえず強いボス倒すまでにやっぱ身支度大事だからな、ドラクエでもそうだけど。あ、ここら辺までええわ。素手で戦ってたのおらんからな。勇者は裸でな、フルチンで戦ってたらきついわな。ゾウマきついわ。ゾウマなんてやろな、フルチン戦ってきた勇者に対して。ふざけんな、お前。言われよ、絶対。やり直してくれ、やれよ。あれ横に行くんか。それマイクラビルダーズじゃなくて、ドラクエビルダーズか。あ、立てんの？あれ絶対やばいな。いや、あれやばいっしょ。もう正直ビビったわけだ、俺。嘘、ついに来たんかと、ほんまにビビった。鳥山分かっとんな思ったもんな。鳥山と鳥マイクラみたいな感じで敵がドラクエのモンスターみたいならしいな。へえ、違うな、モンスター仲間できるらしい。やばいね、多分な。
あれすごいやろ絶対。絶対売れるな。絶対売れるやん。ほんまに。いやなんかヒーローズといい、なんかビルダーズといい、なんかかなり、その、力入れてきよん。攻めてきよるよな、ドラクエなんか。なんかミスってとこがあるから。普段絶対あんなせんかったのにっていうやつ、結構最近増えてっとうからな、ほんまに。でも絶対売れるもんな、もうドラクエの絵で出せば。絶対売れるね。うん。これで、ね、ドラクエモンドなんていうのがあるぐらいだからな。あるある。よしよしよ。それのまあガチバージョンみたいな感じやろ。オッケーそれ売れるわな、うん、それは絶対。これで、種を植えていこう。ちょっとしかない今。ドラクエも攻めてきたな。すごい攻めやな、思ったの。植えよう。オッケー。ああ、だいぶ、ああ、めっちゃちゃうやん、やっぱ。めっちゃ見栄えよくない、見栄えましたから。え？お前ら。やばいやろ、この見栄えの良さ。コマネにかかった時間。くわ。これだいぶ、ええ感じやぞ。うーわ、ただもう飯が欲しいわ。もう体力なさすぎてやばい。種ない、種。種ない、あれ、4つだけやろ。水がもっといるやん、水が。水取ってこう。てか無限水路作るそこから取ったらいいんじゃん、早いんちゃう。え無限水路作るそこから取っていった方が早い。でも1個ではできへんやろ、あれ確か。だから、2回入れてなって、それ終わりやん。あ、2回、あれなくなった、この水。まあ、さて、ほんまあれやな。ここの縦に行ったとこに川があるから。バカなんだね。おやさん、バカなんだね。2回作るからさ、それちょっとやってくれ。やってよ、2マスだから水掘り込むだけやん、だから。2マスでそれでもうずっと何回でもいけるんやだろ。やばこれ水がもう雨がすごいデジタルワールド来た。そんなこと覚えてないのほんま。何も覚えてないな。覚えるけどないやな。まずもうそれ覚えるけど畑の作り方覚えてこれ。作るもなんもあれへんやねん畑の。あるやあれ畑作りよっしゃ行こう行くぞ。あった水あった。シャベリングしようか。あ、取るや。オッケー、オッケー。これ、だいぶこの拠点広いな。よし。まあね。これすげえ、だいぶでかいけど。すげえ家になってまいるな、俺多分、この拠点。ガチで作ったら。やばいやな。作り込んだらな、これ。まあ、拠点は必要やから。いるな。なんかこれ、ええやもん。お前。グールの声したし。うわっ！え？え？何？弾かされた、ゾンビに。え？マジで？え？あれどこだっけ。怖い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 。まあいいわ。逆に HP 回復したらどう。捉える捉える捉えろプラスに。あいつほんまうぜやん。装備なくなってもうてんやん。足かや。いやそういうもん手に入れやん別にすぐに。うおった。あーミニゾンビややばいバレた。あーって言ってもた。やばい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 。あ追いかけてくるこいつやめて。怖い怖い。やめてこいつめっちゃ強い。ミニゾンビ強いからね。あいつやめて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 こいつやめて。やばいぞそれ。出ないんだよしかも。やめてやめてゴージャホザやらしい。何やろ金ちゃんマシンみたいな仕事やこいつ。横出して横出してこいつカニ歩きそうだやばい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 出てっけよあいつ出て。ほらしまくぞ。これで水が子供だから量せんぞ。おい揃ったんじゃない。お前そんなことなんだ。ケツシあゾンビや。死ぬぞ。お死ぬぞ。ゾンビか。これ強すぎんこいつちょっと。これはふざけんな。HP 何番ねんお前。ゾンビごときは俺にかなうと思うなよ。しゃ。ラスボスクラスに強かったほんまに。なあ。ねえやろ。なあがより強かったマジで。冷静にほんまに。冷静に思うよ。うん。でこれで、2マス作ると。一旦、消して。これで。うん。え？あかんよ。2マスで。え ?4 マス。4マスかい。4マスっていうのは水が2マスってことだったんじゃないの。ヒカルさんが言いたかったの。そうそうそう。水が2マスだけみたいな。こここっちこっち。こっちに。これで。ここに1個置いて。じゃあこっち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 。違う違う違う。わさその。ここここここ。ここに置いてここ。で、もう一回作ってきて。あ、4マスで作るってこと。そう、で、今置いた反対側。
斜めに置けば。また寝たぞこいつ。え、斜めに置くんだよ。ここだよ、ここ。ここ、やめろってお前ら。違うって。これけ、ここ。あ、そうそうそう、これで OK ない。どの部位置から取っても OK。 あー、ほんま、そうだ、ほんまに。あざっす。なんかほんま物分かりはあるよな。やっと終わった。めっちゃ前にそれやったやろ、一回。いやー、俺知らなかったわ、ほんまに。やったやん、俺覚えとるだろ、そのどっかあるで、そのパート。嘘、知らなかった、知らなかった、フリー勝負やばい、さんさんも。都合のあることは全部知らなかった、フリーしてな。聞いてへんかった、あれでな。俺はそうやって、ほんまに星山ってやばいやつ。おい、とぼけて聞いてへんふりする。ここの水とかは、もうこの水が途切れとるとこから流し込んでやりとる。ん、ここも無限水源にしようと思ったら。水が何、この消えとるとこあるやん、こっから縦の、うん、こっから置けばいいと思う。水っていうのはなんか八松しか進まないんだよね、流れないっていうか。あ、じゃあここは八松、全部ここ清水にしちゃえばいいんだよ、何回も置いてって。ああ、行くぞ。で置いて、それを何回も繰り返してみたいな。あー、オッケー。ああ、もう埋まっとるんです、し全部。オッケー、終わったー。ここいやー、よかったわ。今俺のいるとこに水置いて、俺のいるとこに。ほうほうほう。そしたらここ救えるようになるから、ここ、ここ。ここ、ここが救えるようになるんだ、次。ほら。あ、ほんまや。で、次。まったやなら入れてくるだけの話やん。ほうやろ。そう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 。あー、すごいね。あー。で、この入り口の前の穴、クソ邪魔やな、これ。これ素晴らしい技術やな。穴？穴だよ。あー、洞窟か。この洞窟すげえわ、ほんまに。あ、ミスった。埋めちゃうかも。蓋するわ、上から。ほい、こっからだもんな、侵入してきよう、あいつら。怖いな、あいつら。間違いない。出てきようからな、こいつ、こっから。おぉ、無限水銀かっこいいな、これ。ちょっと低めのところから、お、蓋しようだろう。そっちの多分あれやね。まあ、登ってこれないようにすれば OK だね。あの、え、な、な、な、え、うわぁ、え、びっくりした、ええ、死んだ。さっきのやばいって今の、見た、さっきの。いや、もうちゃんと見た、やばい、さっきの死に方俺。なんか、すごいなんかアホみたいな、なんか目合わせた感じにつけれたんで、あってもて。いや、じゃあったんだね、さっき俺なんかその、この木、この木壊した瞬間、スクリーンおった中に。やばい、さっきの。え、いや、なんか何や思ってさっき俺、何がおるやな思ったら、スケルトやったからな、よく見たら。やば。やば、さっきの。恐怖やな。いや、半端ないで、あれ。ほんまに。アンビリオーボ。うん。いや、今、スターファーみたいなのを、ちょっと軽く削ったら、その先スケルトンおったみたいな感じで。怖っ。ビビった、さっき。やば。てか、あれやん。種ない、種。種ないで。なんか持ってなかった、誰か。もう、行った方がいいやろ、これ。どこってあいつ、ほんまにすけ。めっちゃアイテム落ちたんやけど、俺のアイテムが。これ8マスか。いらんか。あー、今日は楽しいな、これ。あ、見せて、見せて、これ。あー、無料でゾンビだ。よっしゃ。とりあえず8マス系の軽く。いらねえんだよ、バカ野郎。もう。軽い感じで作ろうか。まあ、用ねえんだよ、こんな場所に。いや、畑できてきたから、あと種があれば。臭いところに蓋をせなあかんな。で、種を取っていってほしいな。取ってんの自分でんだろ。俺やよっしゃ。臭いところに蓋をする。基本ですね。頼むわ、ほんま。ちょっと、タイマー置いとくわ。空洞になっちゃうから。最高やな、この無限水源の作り方。これ見て。よっしゃー。あ、ミスった。回収完了。よいしょー、はい、ちょいちょいちょいオッケー、ほいよし、畑作りですら結構おもろいけどな、俺は。まあ、その作っていく作業こそがマインクラフトの醍醐味なのな、結局のところ。はい、オッケー、イエーイ、できたー、オッケー、うわぁ、それってどこなん、なんていうか、なんでこいつ場合、どこから湧いたん、こいつ、ほんまに。やばいって、マジでこいつ。舐めとるって、おっしゃ。これでも。あーっと、終わってもだ。
30秒。マジで早いな。早かったわ。何もできてないぞ、まだ。いや、まあ結構できたでも。まあまあ、整地は、軽くできたぐらい。でも種を持ってくれたら、オッケー。もう畑が結構、だいぶすんの、なんかまた、ぐるるとな。いや、やめろって。オッケー。やばい、モンスター来てる、モンスター来てる。ね。よし。あれ？おたら置いとくわ。おい。あー、ゾンビおるわ。え、めっちゃおるやん、敵。邪魔やろ。お、敵めっちゃおるやんか。そう。やば、これ。仲間割れしてる、仲間割れ、仲間割れ。おい、ザクやろ。俺もっと広げていった方がいいな。めっちゃできたな、なんか。なんでこんな来たん、敵。足りひんな、これ。なんだろう。敵無限に湧くんか、ここ、ほんまに。32と32ってことは、96。同じ形を、3マスぐらい開けてもう一回作れば、ここら辺から。こっちか。同じようなやつ。おー、でもできてたな。そう。同じの、無駄にね、この下に。無駄にできてきたな。あー、やるわ、じゃあ。マイスくんよ。ええ感じだ。これでやっと小麦を育てていける。やっと。いやー、小麦でも勝手増えるやん、これ多分勝手に、どうせ。種って上だと増えるやん、これ勝手に。種増えるね。いらないほど出てくるから、種は。最初だけだよ、足りないと思うのは。よっしゃー、やっとか。だいぶ整地したな、これ。整地、もっとしてなあかんけどな。結構ここ、もう、緑になってるからね。まあ、やばいな。はい、種。前さん、種あったわ。こんなところかな。おー、15個あるやん。お、キャロット植えとこ。キャロ植えしとこ。キャロ植え。でもキャロットも取っていかなあかんから、ね、やっぱり最初。人参 2.5 ぐらい回復したから、多分、結構いいと思うけど。キャロット植えはこの端っこにな。ほら。キャロット。え？端っこ植えだったらキャロットな。なんで端っこはね。大事だね、キャロットやから。目立つようにしようかな。ほんまに。人参畑は人参畑作ってんじゃん。それちょっと言い過ぎちゃう、まだ今、現状無理やで。マジかよ。人参一本しかないのに、ほんまに。一本でーも人参。かおい。二本でーも。ないんかい、その後。三本でーも、よーと。四本やから、それ。一、二、三、四、五、六、七。あったな、何の歌だっけあれだよ、ほんまに。なんか数学の歌や、数学の、うん、数字の歌や。それあったな、昔。俺めっちゃ嫌った、昔、あの歌。七面鳥やろ。うん。7が。あった、懐かしいな、あの歌。あれ昔みんな聞いたけど、俺の世代だったら多分。聞いたな。有名やで、あれ。3、4、5、6、7、8。じゃあ終わりますか、ちょっとそろそろ。早かったな、今回は。まあ、今回は、まあ、聖地会ですね。こういう回もあってもいいんじゃないかと思いますけどね。まあ、こういう回が8割です。いやー、わからへんで。これはわからへん。まあ、次は、まあ、ある程度設置し終わったということにして、まあ、全部してたらややこしいんでね。まあ、多分年かかるんで、マジで。ミスった。だから、これ、たまに挟んでいく感じで、こういうの。次は、食料が、できとるかな、次までに。どうだろう、ね。できたんじゃない。できてないと仮定して、いや、できとると。仮定しよう。まあ、できてると思うんで、その中でなんか違うことしていか、いければなと。うん。思います。まあ、建築になるんじゃない？うん。多分建築せなあか、多分、当分な。うん、やっぱ拠点からやるじゃん。拠点がまだ微妙やからな。よし。ホタル最高。今回のパートは。ホタルゲットー。ここまで。じゃあ今回のパートはここまでで。一旦今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。よっしゃ。よっしゃー。